始めようアイリッシュセッション50番のザ・ハーディマン・ザ・フィドラーを練習しましょう。この曲はスリップジグで大きくとって3拍子1、2、3それぞれの拍に3つの音符があるのでタカタタカタタカタでリズムを数えてください。この曲はパイプチューンと呼ばれてバグパイプ、イリアンパイプ奏者が好んで演奏する曲です。それでは A パートから見ていきます。ジグにはタッカ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 というふうに四分音符を多く含む曲があります。2拍子のジグだとこれはシングルジグと呼ばれますが、3拍子のスリップジグではタッカタッカとタカタタカタの曲のタイプの区別はありません。ですがこの曲は明らかにタッカ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 の伸ばす音符がたくさん入っているタイプのジグですね。その伸ばす音はのようにカットやタップやロールで区切っても結構ですし、そのまま伸ばしても結構です。では B パートです。ここではレが3つ続きますが、カットとかクランは使わずにトゥークトゥートゥーでタンギングで区切った方がスマートに演奏できるでしょう。あるいはハックの音であるここをカットします。次にここでシトレミファとトリプレットを入れてみてください。この曲は先ほどお話しした通りイリアンパイプ奏者がよく演奏しているので、イリアンパイプの雰囲気を真似するために動画などでイリアンパイプの演奏をたくさん聴いて、その装飾音とかアーティキュレーションを真似てみてください。それではお手本演奏をします。